今回私が扱える能力は8つ。もともと私が扱える、創生支配、共鳴支配、幸運支配、恩恵加護支配。そして今回連れてきた琥珀とプルートの能力を私の共鳴支配で扱うようにしている。琥珀からは調和支配と混沌支配。プルートからは破壊支配と再生支配。私の所有する能力数はこれだけある。そして今回この試合で最も必要となるのは、この5つである。これでビリアンを倒す材料は十分ある。あとは情報とそれを処理する私次第。それがこの試合のターニングポイント。つい先までの攻撃で私はビリアンの攻撃情報を入手した。これが一番欲しかった。これがなければ作戦が立てられなかったから。もう大丈夫。あとは静かに演算していけばいい。お前、それよりさっきどうやって俺の攻撃を塞いだ？全部確かにお前に当たっていたはずだが。さあ、もう一度攻撃したらわかるんじゃないかしら。わかった、壊す。情報は腐るほどあった。なんだ、この感触。って答えもある。硬くない？なのになんでダメージを受けない？調和してるのよ。あなたの攻撃にかかるエネルギーと私が受けるエネルギーを調和することで衝撃を例にする。だから確かに当たってはいるけど、私にかかる衝撃自体はないのよ。なんだと？てめえ、そんなこと。ねえ、ねえ、確かあの引き月下ってパラの先輩なんだよね。うん、そうだけど、何者なの？私の能力も、調和操作、だけど、あんなの不可能だよ。だって、衝撃を調和するっていうのはね、運動量はもちろん、重力量、空気抵抗、各状況に合わせた公式を洗い出してそれで出た数値と自分の能力数値を合わせて調和するの。それをあんなコンマ数秒という連続攻撃を受けてる中で全部正確に数値を出すなんて、曖昧はダメなの。うん、その誤差が結局自分のダメージになるから。でもあんな完璧な調和、私には絶対にできない。だってあんなの、世界最高峰のコンピュータークラスの演算能力がないと不可能だから。現実的じゃないし、実用的じゃねえ。なら、その調和がうまくいかなくなるまで永遠に攻撃を仕掛けてやら。段階の鉄風。一回目。どうやってるの？あれ、私の原子でも止めるのに苦労したのに、ああもうあっさり。月下ちゃんは今、すごいことをしてますよ。正直、ここまでとは思いませんでした。そうなのか。はい、そうですね。あなたの空間にまつわる理論の公式を 0.01 秒で答えを出す。って言ったらわかりますかね。は、何それ？そんなの機械じゃない？月下は今、そのクラスの計算を今あの場所でやっているってことか。はい、おそらく使っているのは調和支配。でもそれは本当に頭がいい人にしか扱えない、外れ能力と言われています。ですが頭のいい人が使えば一点、全ての攻撃を無効化する究極の主義にもなります。つまり月下お姉ちゃんは、調和支配でビリアンさんの攻撃を全部無効化しているってことなのね。能力が貫通だから余計な計算もいらないし。月下、それを見越して、従属を絞ったのか、相性がいいと判断して。7回目。そか、このままだと俺が反動で大きな隙が生まれる。あの黒い攻撃、あれはやばい。私は少しズルをしている。私の演算はほとんど当てはまる数字が曖昧である。だから本来ここまでの完璧な制御はできない。だけどそれを実現させているのは一つの能力があるから。幸運支配。私が神水霊を得得した時に生まれた能力。その効果はあらゆる運を操作する。つまりこの調和支配の演算こそはこの幸運支配による運操作で補っている。そしてそれでも生まれた誤差は混沌支配で中和して、それを破壊支配で消滅させる。この展望なら戦闘力という差を補完することが可能。10回目、残念、私の演算力の勝ちね。あとは簡単、あなたの反動が収まるまでボコボコにしたらいい。そう、そう、この感覚、バサートの時を思い出す。天秤能力優勢物理列を。そう、同時との戦それじゃあ覚悟はいい。あなただって私に何十発も一方的に攻撃してきたんだから文句はないわよね。この時、前兆はあった？何かを超えようとしていた。素晴らしい。まさかもう私たちの境地に足を踏み入れるとはな。さあ、自覚しろ月下。それを得得できるのは全世界でもごく少数だ。その領域を自覚した時、さすがのメリアも黙って見てるわけにはいかないだろうからな。く、耐えられた。能力の恩恵でどうにかできると思ってたんだけど。は、こっちはな、自分の力を貫通された後のことも考えてんだよ。もう二度と無様に敗北してなお傷つけるようなことがあってたまるか。殴られて冷静になったぜ。こいつが俺の攻撃を計算できていたのは、俺が攻撃に必要なエネルギー量をあらかじめ理解していたからだ。
この手攻撃し、威力を持たせるためには、最低限必要なエネルギー量が必要になる。そして物理でもある程度の相手となれば一定の威力で攻撃を仕掛ける。そこからプラスアルファ、つまり威力が増すという計算式になる。だからある程度数回の攻撃で結果は俺の攻撃の平均値を出し上がったんだ。つまりこいつの計算が狂うように俺は技と威力の弱い技と極端に威力を上げた技の両方を使い分ける。不思議な感覚だった。確かにその時の私はビリアンの策に気づく術はなかったし、間違いなくビリアンの思考は正しかった。そう、正しかった、と理解してしまった。は？コントの破壊、カオスゲート。オーラ貫通、参考にさせてもらったわ。何が起きた？戦わせただけじゃねえ。俺の動きを受け流してその残った反動を利用してきた。いや、それより俺の動きと思考を完全に読んで先に動く、そんなゲートを。もはや。圧倒的知能を持つ者が到達する領域。それは期待せずに着くものじゃない。今の月下ちゃんは一瞬の間の空間から相手の動きの軌道による細かい変化、そこから生まれるパターン、それを全て計算して相手の思考を全て瞬時に読み解く。はたから見ればそれは未来より多様な先読みの動きになる。そして、あの目。俺の神羅万象の時の目と同じだ。無知でおバカな主様、あの目にはちゃんと名前があるんだよ。聖剣の目、ソピラノスアイ。この目を持つためには極限の知能を持つ必要性がある。まあ、おバカな主様は私たちの恩恵で使うことができるが、正直そこまで使いこなせていないだろう。何度もバカバカ言うなよ。確かに使いこなせないけど。この目の能力は、目から入る情報を全ている、詳細から細かい数字ステータス、特性、状態、全てな。おバカでも使うには使えるが、私たちのような知能が高い術者が使うと意味が変わってくる。情報ですよね。情報を持つ持たないでかなり変わるから。私も持ってるけど、確認くらいしか使ったことなかった。エテルちゃん、それじゃあ宝の持ち腐れだよ。せっかく情報が入るんだから最大限に使わないと。つまり、それを自発的に出した結果は間違いなく神回屈指でも頂点クラスの知能を持っている。だから言っただろう、メリア、月下こと、虫の頭脳、に適した専属神はいないぞ。それに彼女はミガドルエデンの創生に深く関わっている。だからこそ、彼女以外専属神はありえないと言っているんだ。みなして私ばかり悪者にして。私だって月下ちゃん欲しいもん。ただ、月下ちゃんの意思と成長を尊重しただけで。なんだろう、視界がエデンよりはっきり見える上にいろんな情報が全部目を通して入ってくる。それにこの感覚、浸水霊を使ったときと似た感覚。まだ、だ。内臓はもういらないわね。もうこの人の攻撃が私に当たることはない。てめえ、このまま終わると思ってるだろう。え？まだ俺は戦える。これくらいの傷くらいで止まると思ってんじゃねえぞ。もう動きから全部見えてるわ。まさか、知能と能力だけで翻弄されるとはな。今までにない状況になったぜ。知能は純粋な力を上回るってよ。ダウン、アミジャー。圧倒的ビリアン選手の猛攻をかわし、受け流し、そして的確に鈴から攻撃を打ち込むという月下選手の華麗な作戦勝ち。1回戦第3試合勝者、式月下。これやばい。必要以上に脳を使ってるからなのか、頭と目がすごく痛い。月下さん大丈夫かいね。すごい疲労あむ、早く戻って休むあむ。正直、序盤の攻撃は能力を存分に使って調和してたから、序盤だけで平気で1000億オーラは飛んでったのよね。それに加えて連撃を調和する量も一撃20億から50億オーラ消費。それで残ったオーラが1億のみ、ポーカーフェイスも楽じゃないわ。一生こんな戦い方しないわ。でもまあ、これで情報操作は完璧かな。ハクちゃん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。